韓国では障害者に人権がないらしい。あるハリウッド俳優が日本と韓国の明確な違いを激白したことが話題となっています。2011年公開のゲームオブスローンズでハリウッド俳優の仲間入りを果たしたピーター・ディンクレイジ、小人症という外見が印象的な個性を持つ彼の演技が世界中で注目を集めていたのです。そんな彼があるインタビューの中で日本と韓国を旅行したことを話しました。その中で韓国についての質問を受けた際、韓国人には品がないと韓国での体験を思い出し怒りを爆発させました。その発言に収録現場の空気は凍りついたのです。そして韓国の不満をぶちまけつつ日本との明確な違いを話し出しました。一体ピーター・ディンクレイジに何があったのでしょうか。今回はピーターが日本と韓国を訪れた際のエピソードとそれに対する海外の反応を合わせてご紹介します。ぜひ最後までご覧ください。小さな体で大きな活躍を見せるハリウッド俳優。1969年アメリカのニュージャージー州に生まれたピーター・ディンクレイジ。建築家の父と音楽教師の母の下で育ち、地元の公立高校に通いながら演技への情熱を育みました。ピーターが俳優として名声を得た背景には、彼が患っている軟骨無形成症という遺伝的疾患が影響しています。通称小人症と呼ばれるこの病気は骨の成長に影響を及ぼす疾患であり、彼の身長は135センチと小学3年生程度です。この身体的特徴により彼は俳優としてのキャリアにおいて多くの困難に直面しましたが、彼の才能と決意がそれを乗り越える原動力となりました。ピーターが初めて大きな注目を集めた役柄は2003年公開の映画ステーションエージェントでのフィンバー・マクブライド役です。この作品で彼は内気で孤独な男を演じ、その演技が高く評価されインディペンデント・スピリット賞やアメリカ国内での批評家賞を受賞しました。この作品以降彼のキャリアは着実に進展し、さまざまなジャンルの映画やテレビに出演するようになります。その後さらに世界的に知名度を広めた作品といえば、ファンタジードラマゲームオブスローンズにおけるティリオン・ラニスター役です。このシリーズは2011年から2019年まで続き、ピーターは巧みな演技力でティリオンを複雑で魅力的なキャラクターに仕上げ、エミー賞を4回も受賞しました。ティリオンは小人症という体の特徴を持ちながらも頭脳明晰で戦略家、皮肉屋としての側面を持つ人物であり、ピーターの実人生の経験と役柄が重なる部分が多かったことでしょう。またピーターはファンタジーや SF ジャンルでの役柄のオファーが多いようです。彼は映画ナルニア国物語第2章カスピアン王子の角笛でドワーフのトランプキン役を演じ、 X-Men フューチャー&パストではボリバートラクス博士役を演じました。またアニメーション作品アングリーバードでも声優として参加しています。彼がファンタジー作品にしばしば出演する背景には、彼の外見がファンタジーの世界観にマッチするというキャスティングの傾向にありますが、彼自身はこのことについて複雑な感情を抱いていたようです。実際ピーターはインタビューで、ファンタジー作品や小人症のキャラクターに限られるキャスティングに対しての不満を率直に語っています。彼は自身の身体的特徴に基づいた役柄ばかりを与えられることを嫌い、より幅広い役を演じたいと考えているのです。俳優としての真の価値は身体的な特徴ではなく演技力や人間性に基づくべきだと強調しており、身長に関係なく優れた演技者であれば様々な役をこなせるはずと述べています。ただしファンタジー作品に出演することそのものに対して否定したいのではありません。ゲームオブスローンズにおけるティリオン役は彼のキャリアにとって大きな飛躍となり、彼の人生を変えるほどの影響を与えました。また彼は役柄に命を吹き込むこと自体に喜びを見出し、観客に感情を伝えるという点でどのジャンルの作品であろうと情熱を注いでいます。それでも彼の目標は単に小さな役者としてではなく、一人の優れた俳優として認識され評価されることなのです。初来日は衝撃の連続。そんなピーターはあるテレビ番組でインタビューに答えることになりました。ピーターとインタビュアーの他にも数名のコメンテーターが参加するような収録で、ピーターは少し緊張している様子も見られます。
その中で先日初めてプライベートで日本と韓国へ旅行に行ったようで、その時の話について質問を受けました。ピーターさん、日本と韓国に行かれたそうですね。初めてのアジア旅行はいかがでしたか？まずピーターは日本について話し始めました。相当楽しかったのか、日本を語るピーターの目はキラキラと輝いていました。初めての日本は本当に最高だったよ。この言葉から日本旅行の思い出を語り始めたのです。アメリカやヨーロッパばかりで仕事をしてきたピーターにとって日本は新しい文化や風景との出会いであふれた未知の国でした。日本の空港に到着し、ピーターは早速期待を裏切らない驚きの体験をしたといいます。まず彼が降り立った空港はとても美しく整然とした空間。ピーターは俳優として有名なため、空港では人々の視線を意識して多少警戒していました。しかし驚いたことに誰も彼に話しかけてくることはなく、静かで落ち着いた雰囲気のままだったそうです。きっと自分は日本での知名度がとても低いせいだろうと思ったよ。笑いながらそう話すピーターに対し、そんなことはないはずですよ。ただ私が過去何人ものセレブたちをインタビューして聞いた限りだと、誰もが日本では変に特別扱いされることなく穏やかに過ごせたと聞きますよ。インタビュアーはこのように返しました。きっと日本人が気を使ってくれたのでしょう。途中トイレに行きたくなったピーターは空港スタッフに場所を尋ねました。日本人に英語で話しかけるのはとてもドキドキしたそうですが、日本人スタッフは驚くほど流暢な英語で対応してくれたそうです。そのプロフェッショナルな対応にピーターは深く感動しました。さらに案内されてたどり着いたトイレには多目的トイレが備え付けられており、どんな身体的特徴や状況を持った人でも利用しやすい設計になっていました。別の場所のトイレも利用したそうですが、ほとんどの場所に多目的トイレが存在したのです。ピーターにとってこれは特に印象的で、日本のバリアフリーへの配慮と誰もが気持ちよく使える設備に感心したといいます。ピーターは日本人の気配りは世界一だと感じました。彼がこれまで訪れた国々の中でも日本人の優れたホスピタリティと配慮は特筆すべきものだと感じたのです。この体験は彼にとって初めての日本を一層特別なものにしたようですね。さらに日本食については言うまでもなく、噂通り美味しい食べ物で溢れていたと話しました。寿司やラーメンなど有名どころの日本食だけでなく、サラダや肉料理などありきたりな料理さえも非常に美味しく感じられ、これは素材そのものが素晴らしいからだと感じました。こうした多くの素晴らしい体験から、ピーターは絶対にまた日本を訪れたいよと強く話していたのです。踏んだり蹴ったりの初韓国。あまりにも楽しそうに日本について話すピーター。インタビュアーは日本についての話はもう十分だと判断したようで、では次に韓国旅行についてもお聞かせいただけますか？と切り返します。しかしこの一言でさっきまで楽しそうに話していたピーターの表情は一変、眉間にシワを寄せながら話し始めました。韓国はとにかく最悪だったよ。韓国に着くなり空港で彼の小人症という身体的特徴のせいか、不快な視線を感じたそうです。なんと多くの人々が彼をじろじろ見つめ、彼の外見について小声で話している様子が明らかに分かりました。ついて早々彼にとって精神的な負担となり、韓国滞在の不安が高まったといいます。韓国では美しい見た目こそが正義だろ、僕みたいな特徴を持つ者はまるで化け物を見るような目を向けられるよ、これにはとても傷ついたと話していました。というのも韓国では美容整形が当たり前のように受け入れられているため、ピーターにとっても見た目重視だという印象があったようです。また韓国内のほとんどのスタッフが韓国語しか話せず、英語を話せるスタッフを見つけることができませんでした。スタッフは対応に消極的で、ピーターに対して迷惑そうな表情を見せたこともあり、非常に不親切な印象を受けました。ピーターが直面した不便さは空港内に限りません。例えば車椅子用リフトが設置されていましたが故障していて、車椅子利用者が使用できない状態なども目にしたといいます。そのためリフトを使う場合、かなり遠回りをしなければならない状況に直面しました。このようなインフラの不備はバリアフリーへの対応が不十分であることを示しており、ピーターにとって大きなストレスでした。さらに韓国の若者が集まる雑貨屋やカフェが並ぶエリアに立ち寄りましたが、ここでも問題点が目についたのです。多くの場所が階段だらけで、障害者がアクセスできるようなバリアフリーの設備がほとんどありませんでした。その街には障害者向けのトイレなどほとんどなく、ピーターは日常生活において多くの困難を感じたといいます。韓国では身体的特徴を持つと人間として生活できないらしい、かなりきつめの言葉で韓国を批判していたのです。そして食事面でも彼は苦労しました。韓国料理は辛いものが多く、
辛いものが苦手なピーターの口には合わないことが多かったのです。食事が合わなかったために体調を崩し、滞在中にお腹を壊してしまいました。結果的にかなりの体重が減少する始末。ピーターにとってこの韓国訪問は非常に厳しい経験となったようです。身体的特徴や障害に対する理解不足、バリアフリーの欠如、さらには食事の問題が重なり、彼は韓国での滞在を楽しむことができなかったでしょう。つい話したくなる日本のホスピタリティ。日本での話を聞いた時はせっかく楽しそうな雰囲気でインタビューが進んでいたのに、韓国の話になった途端ピーターの気分も収録現場の空気も悪くなってしまいました。どうにか雰囲気を持ち直したいインタビュアーは、ピーターが体感した日本と韓国はちょっとだけ印象が違ったようですが、同じアジアの国ということもあり、初めてのアジア旅行でたくさん感じることがあったようですね、と話をまとめて終わらせようとします。しかしピーターは、日本と韓国を同じアジアの国だと一括りにされたことがどうしても許せなかったようで、日本と韓国をそのようにひとまとめにするのはおかしいですよ、と強く反論し始めたのです。特に私のような障害者をはじめ、さまざまな人間に対しての接し方、両国のバリアフリーに関するインフラの発展などは近隣国とは思えないほどの違いがありますよ。世界的にはアメリカが一番の先進国だと言われているけど、真の先進国は日本だと言っても過言ではないよ。インタビュアーは共感しつつも、なんとか話を丸く収めたかったのか、でもアジアの先進国には中国もありますよね、中国についてはどうですか、と尋ねました。しかしピーターをはじめ収録現場の人々の空気が良くなることはなく、突然番組収録が終了する結果となったのです。カメラは切られましたが、ピーターの話はオフレコでも続き盛り上がっていたのです。日本に行くまで日本人は静かで控えめな印象だったから、旅先で自分が困っても冷たくあしらわれるんじゃないかと心配していたんだ。でも実際は真逆で、ホスピタリティにおいてかなり高い基準が維持されていたよ。それに対して韓国人の対応はありえない。見て見ぬふりするどころか指を指して笑われる始末だよ。他人に対する敬意がまるで感じられなかったね。実は日本のホスピタリティの高さの背景には教育が大きな役割を果たしています。日本の学校教育では幼少期から礼儀や他者への思いやりを重視する教育が行われています。これは教育過程でも強調されるおもてなしの精神と密接に結びついており、他者を尊重し相手の立場に立って行動することが日常生活の中で自然と身につくようになっています。さらに日本社会では和を重んじるという文化的価値観が強く、これがホスピタリティの基盤となっているのです。日本では周囲との調和を大切にし、相手を不快にさせないようにすることが社会全体で重視されています。教育を通じて身についたこれらの価値観が高いホスピタリティとして現れているのでしょう。何とも言えない雰囲気を引きずったまま現場は解散。ピーターは思いの丈を十分に話せてすっきりしたのか、清々しい表情でその場を後にしました。海外の反応。この話題について海外のネットユーザーからたくさんのコメントが届いていますので、その一部をご紹介します。日本人は容姿や障害に対する差別意識を持たないというより、たとえ見た目に何か思うことがあったとしても、それをあからさまに表現しないことが礼儀だとして育っているんだろう。感じることを否定するのではなく、本音と建前の二面性をきちんとわきまえられるような教育を受けたんだろうね。日本に住む友人は差別的な発言を一切しないよ。日本では差別意識がある人の方が白い目で見られるらしいからね。未だに日本と韓国は同じアジアの国として見られてしまうんだね。両国に足を踏み入れてみたら違いは一目瞭然だし、満場一致で日本が好きだと答えるだろうね。日本のインフラに関しては結構地域差があるみたいだよ。多目的トイレがない施設もあれば、店内入り口までの段差がバリアフリー対応していないところもあるしね。以前日本の電車に乗った時、車椅子の乗客の乗り降りを駅員のような人たちがサポートしているのを見たよ。その手際の良さはまるでパフォーマンスのようで、つい見とれちゃったな。普段から困った人に手を差し伸べ慣れているんだろうね。いかがでしたか？日韓での経験について率直に語ったピーター・ディンクレイジ。両国の文化的な違いに戸惑いを感じた彼の言葉は、障害者への対応のみならず、様々な視点で対応の現実を浮き彫りにしました。俳優としてその名を広める一つのきっかけになった小人症という症状は、ピーターにとって不本意な部分もあったかもしれません。しかし個性を悲観するのではなく、強みとして奮闘するピーターの姿は
たくさんの人に認められ、さまざまなきっかけを与え続けてくれていることでしょう。今後は俳優としての活躍のみならず、さまざまな社会問題について声を上げ続けてくれることを期待したいですね。それでは今回の動画はこれで終わります。最後までご視聴ありがとうございました。